あれですね、ガールズバトルで結構いろんな人に知ってもらったみたいで、フォローやったり、リプやったり、いろんな人に、ありがとうございます。結構いろんな人と、関われるようになって、嬉しい限りです。もって言うと、多分フォロー1000人ぐらい増えた。やばくない？ツイッター、ガールズバトルで優勝して、多分そっからフォロー、ツイッターをね、フォローしてくれた人1000人ぐらい増えたよね。1000はすごいなと思って。まあでも1000はちょっと持ってるかもしんない。900とかかもしんないけど。あ、出た、ウォーリーラン。嬉しいです。いやー、ありがとうございます、本当に。ずっと、PUBG 好きで、活動してきてたんで、知ってもらえることは嬉しいです。あれよね。JP サーバーやのに、ほぼ海外の人。あれ？アジアにしたっけ？思めっでたたい以こと上ですに。ね。寂しいけども、もっと羽ばたいてほしい。ありがとうございます。もういろんな人にずっワンチと応援ャしンて、もこんちゃワンチャンさんなセレブさん、いろんな人に応援してもらってきてるから、ちょこちょこ結果を残せるように 頑張りたいなと思ってます。多分でもまたガールズバトルあると思うから、今後も出たいし、まあ、毎回ね、毎回いい結果を残すっていうのはなかなか難しいことじゃないかなとは思うけど、やれることやっていきたいなって思ってるんで、これもよかったら見守っててください。よろしくお願いします。で、声ももうかなり出るようになりました。いや、もう毎日言ってるけどね。毎日毎日言ってるけど、昨日より今日の方が声が出る。一昨日より昨日の方が声出たし。ひめさんはコツです。ちょっと待って。操作が。おぼつかん。今なんすかぐ一人。ご様子でのチャンネル登録あ、して。本当？ありがとうございます。そう、やってて、ドンカツ、ソロドンカツ、主にね、撮れたら、動画上げるようにしてるんやけど、ちょっと 最近動画撮れてなくて動画も上げるやんっていうね。もうなんか、置いといたらよかったなって思って。動画。撮りためとくのありだったなって思った。武器ないか。落としたね、今。ジュースとか置いてきちゃった？拾いたかったんやけど。出た。取ったらはしゃあないから。クロスボウ2、3戦ひたすら持ったのにさ、1回も当たんなかったっていうのが最近の出来事なんやけど。なるべく持ちたくない、この武器。完全回復したわけじゃないからしゃあなしよう。そういうことにしといていい？あ、そろそろね。お、これもなんか、日本の人が描いたイラストって聞いた。これ。これ多分女の子なんよね。ちょっと私の画面画質が荒くて、あんまり見れへんかなって思うんやけど。あ、ベスト着てない。なんか若干肌寒いなっていう日もあったのにさ、もう完全に、ぬくくて、天気めちゃくちゃいいしさ、ジュースどこやったっけ？あれ？来たね。エナドリがどっかにあったと思うんやけど。ワコちゃん。あれ？ハンタさんはこっちです。エナドリキュート。朝からお風呂入って、ドンカツ取る準備万端なんで、そろそろね、ドンカツ取っていきたいと思います。結レ構ツコ大ラ変さでん、こんすちは。よね、食べまで。日本に住んでる人が描いた絵がゲーム内にあるってだけでも結構テンション上がるし、すごいいいと思う。
サーバー違ってもさ、その誰かの絵とかがあったりするんじゃね？できないね。聞こえた。ほら、なんだろう。あ、これつけれるんか。いや、このなんか AR のさ、アタッチメントつけれるのほんまになれへんね。これ変な感じがする。あ、サーバーが違っても。あれみたいでしょ？アレルギー？ミヤンゴ、こんにちは。声はもうかなり痛いとかっていうのはなくなったんですけど、なんかまだ引きずっててちょっと声変ですよね。ガビガビ声がやっぱり治んなくて。ただ、おすすめしてもらったマヌカハニーの、ちょっと、でかい声出すのやめときますね。そうなの？ごめんね。そうそう。なんだっけ。マヌカハニーの飴を買って、おそらく今日届くんで、多分それで治る。それで治る予定です。なんか声だけね、引きずっちゃってて。スコープないから戦いづらいよね。もうなんかなんて言うべきなんやろね、私は。そうそうそう。喉もう治る予定。もう神様に。オープンレッグの神様？ちかわさん、こんにちは。落ちてるだけだったじゃん。落ち着いて打ったら、私これ、ベスト手に入れられたのに。ただびっくりさせられただけや。もう最悪や。返してほしい、私の2レベルベスト。水星ポルトさん、こんにちは。今日はカメラ付きでお送りしております。赤みそさん、こんにちは。ちょっと気になりますね。もう話題にしてもらえたのは、ちょっとなんかちょっとこう言っちゃうと小物っぽいけど、この話をするとちょっと小物っぽさ出ちゃうけど、なんだろう、自分の話をこうしてもらってる動画とか、その回とか結構気になってます。だから、こっそり こっそり教えてほしい。あ、ありがとうございます。オープンレッグの神様に話題にしてもらってたって言って、褒めてたよっていうふうにリスナーさんに言ってもらえて、嬉しい思いをしました。難しい。なんか音したと思うよね。ペコさん、おはようございます。こんにちは。みんな見てるんやね。嬉しい。ちょっとガールズバトルからあんまりまともなプレイできてないんだけど。今日は朝からお風呂も入ったんで、なんか逸れる気がする。おるわ、やっぱり。おるよなと思ったよね。おるよなって。なんか音したよなって思った。やりづらん。普通に打って倒せた説あるけどね。タコシキさん、800L ありがとうございます。ちょっとまだ声ちょっと変なんですけど、今日は元気です。ありがとうございます。ナイス。
これはもう顔を持つしかない。ナイスコンビネーション。めっちゃ合わせてたね。さすが高田選手が恐れる、ね。それなんかすごい箔がつくね。その神の名前を添えるだけでめちゃくちゃ強そうに感じる。あれが欲しい。スコープが欲しいけど、これスコープもないんやろうな。どうしようね。まあでもベースは手に入ったんでかいし。まあでも無理にもう朝のところでなんやろうな。ここか。声がやっぱり思ったよりでやんっていう。どうやっていこう。いやこれ下から回った方がいいな。下からぐるっと回って、たかしきさんおはようございます。エルありがとうございました。他の家におられたら厄介やけど、合わさられてなさそう。なんかスコープある気する。行こう。スコープの匂いがする。ないでしょう。アダルさんおはようございます。もうなんか気づいたら5月5日でね、5月入って5日経ってたっていう。まだ私の中ではさあれないね、なんだろう、ガールズバトルガールズバトルの余韻がまだ抜けてない状態にもかかわらず、もう5月入って5日も経ってしまってたっていうことにね、今日びっくりしたとこ。ゴールデンウィークが終わろうとしてますね。なかなか、まあでもひたすら配信して割と楽しいゴールデンウィークを過ごしてんけど、そうやばーと思って、もうこんな、いつの間にこんな時間が経ってたんだってびっくりしたよね。バーティカルサム、でもこう見るとさ、なんかサムの方が良さそうな気するけど、どうなんやろうな。サム、あー変わんない。珍しい絵文字使ったね。スニーこんにちは。いやでもなんかサムの方がブレる気する。もうちょっとでやん、いやまあでも200まで使っていいか。この子ん？分からんね。いやでもなんかね、感覚的な話やけど、感覚的にバーティカルの方がなんかもうまとめやすい気がする。あの息止めたら結局どっちも結構まとまるけど、息止めやんと打った時に集団するのがバーティカルな気がする。集団っていうかリコイルしやすい、気のせいかもしらんけど。スコープないから3倍でもいいから欲しいんやけど、なんか、あ、ありがとう。みなちゃんありがとうございます。
なんかいろいろこう検証した画像とか、いろいろなんだろう、見はしたんやけど、結局わかんないよね。なんかサムが一番散ってないようには見えたけど、でもサムグリップ、はい、さんおはよう。 でもサムグリップがさ、一番使いやすいかっていうと、なんかそうでもない感じするし、ほんまにどの武器に何が合うんかとかっていうのがきっとあるはずやから、なんかすぐ答え出すことができへん感じ、めちゃくちゃ難しいなと思って。ブリッコ関連ちょっとまっすぐ進んでほしい。このまま脇かな。矢崎さんこんにちは。でもなんかさ、もういらんぐらいスコープ出てくるイメージやったのに1個も出てけへんの珍しいね。なんかせめて2倍、せめて3倍はさ、だいたいどっかしらに押してるイメージやったけど。なんか音する。なんかある程度相性はあるんじゃないかなとは思うけど、どうなんだろうね。多分なんか付けようほうがいいグリップとかもあるんでしょう、噂によると。めちゃくちゃ難しい。マイラさんこんにちは。いなそう。落ちてないけど、でも大体おったらさ、車止まってたりドア開いてたりすると思うよね、ここ。あ、この家なんかおるかおらんか結構分かりやすいような気がするけど、これでおったら結構やばい。おらんね。なんかこの武器にこのグリップはつけやん方がいいとか、なんかそういうのが噂によるとあるらしいじゃん。あんまり あんまり分かってないねんけど。それはいいじゃん、もう。はい、出す。スコープがないんよな。あとそうだ、なんかこっから登れる、なんかどっかから登れる、この形ね、この形の家で車どっかにつけたら、どっかからこう、ここの階段スパーンでも上に突入できるみたいなのあったじゃんね。あれどうなったんやろ、なくなったのかな。ミスタスさんこんにちは。ガールズバトル以来ドンカチ取れてないんで そろそろ取りたいなと思って気合い入れて今日やってます。もう最初の1、2戦がね、勝負みたいなとこあるから、なるべくでしょ。 でもこの T シャツ好きなんやけど、まあ冬とか着れやんやん。冬は冬っていうか基本的に長袖の方が多いから、久しぶりに来た。配信始めたての時とかってこの服結構着てないよね。ないけど、もう半年以上着てなかったんやけど、久しぶりに引っ張り出して、この石のとこわざわざ今取る必要ないか。なんかどうしような。
でも言うてこの向かい公園やもんな。なんか全然漁られてない。外の方が好きやけど。2400L ありがとうございます。いそう。スコープがさ欲しいか、欲張っていいかな。ごめんね、こないだ一回ここにおったから。あ、SLR だ。いやでももうすぐきついな。あれがない、先端がないから。先端もチークパッドもない状態で SLR 持つべきか。カーでいい気するな。どうしよう、あっちの奥の家も見てみるか。ありすぎな気するけど、なんでこんな敵おらんの。19人やし。ないよなそんな都合よくチークバット。ドアから通るの怖いな。こっちからにしよう。何もつけてない状態でカーと SLR どっちの方がいいんだろうな。こないださあるのとないのとで使い分けてみたらなかなかブレたんよな、その時。でもやからってスコープもないからな。まあいいか、スパーを信じよう。はあ、どうしてきた。そういうアンチか。そうかな。マウスすっごい動かすね。あ、見える？そうだ、カメラの角度をね、ごめん、なんかめちゃ触れるの遅くなっちゃったけど、カメラの角度を変えたんですよ。で、まあ、若干手元入るようにした。うん。そういえば、そう、なんか手元、まあ、手元配信っていうのもしようとは思ってるんやけど、普通のカメラの状態でも若干手薄ったらそれはそれで見やすいかなと思って。マウス左なんだね。あ、右。多分左右反転してる。私の顔がゲームの画面の方を向くように反転させた一回。で、割と感度、まあそんな高、そんなに低いわけではないけど、どっちかっていうと感度低めで結構動かしてるから、なんだろう。あれやと思う。うん、そう、ちょっと背景すっきりさせてみました。なんじゃこいつ、死ぬほどビビった。死ぬほどビビった。光栄だね。光栄です。いや、もうとんかつ取ってきたくない？ここで。めちゃくちゃ緊張する。そうで、多分マウスがやたらと動くから、あれやと思う。なんだろう。感度高く見える？やと思うよね。なんか、画面見てたら酔うとか。いろいろ言われたことある。でも、老戦士ってほど感度低いわけではないよ。なんか、低めぐらい。あ、そうなん？
嬉しい。そう、フロート多分5発目ぐらいからもうめちゃくちゃマウス変なとこ行く。あ、これ来んのそれ。いや怖いけど、こっち、私はこっちを警戒しなきゃあかんのに。家取ったんかな。おるわ。あ、そうです、高田健司さんがちょっと私のことを知ってくれてたみたいで、リスナーさんから知ってるって言ってたよっていう報告をいただいて光栄ですっていうお話をしてました。ナイス、ナイス。あ、痛んでるの、もうちょっと待って、グローザあったけど、いや持つでしょグローザ。AUC だった、AUG だった。AUG 強いんか、AUC が結局今強いんかどうか分からんけど、結婚はしないですね、結婚はしないと思います。した、めちゃくちゃ人気じゃんね高田さん。クリスナさんとかから定期的に名前聞くもんね。駐車すればいいのに。確かに。いやでも今いらんな、今いらんけど、まあ持っとくか。欲望が止まんない、カーを持ってることが後悔しそう。髪面白いからな、わら。めちゃくちゃおもろいらしいね、なんかおもろいすごい人っていう認識ないけど、何度も言うようやけど、ね、いやそれでいいと思う。そこレベル3メートル被ってた時点でこの人は物資拾った人やっていう認識をすればよかったんや。6、あと6人やね。ね。小ぶりのドンカツチャンス。めっちゃ緊張する。声出えへんわ。声が出えへん。去年リアルであるイベントで見たけど。感想は高田さんのこと？なんかオープンデックのイベントとかにね出演されてるのは見かけた。いやーこれこっから厳しいな、割と平原やから積むか。なんだあの人、待って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 、難しいけど、やばくない？嘘？絶対合うなこれ。
割れてもうた。あと一発やったね。そっとしといて。あの人じゃないん、私のこと売ってた。アンチは？アンチガイ。アンチに愛されていく。どこだ？初めまして。高田さんのところからめっちゃ来てくれる。ありがとうございます。2人分かった。あと1人は分かんない。どこだ？右から打たれるのきついけど。前におるんよな。もっと広いタイムあったけど、おった。確かに。どこだ？こっちは来るしかないけど、こっちだ。おった。おっ、ちょっとそれやばくない？